皆さんこんにちは、ルイです。やっとダブルラックガチャ来てくれましたね。今回もキャラ枠とサポートカード枠両方とも無料で15回引き直しができる仕様になっています。排出対象の中に貫突キャラやサポートカードがあまりない人にとっては一番爆死もしづらくお得なガチャだと思うんで、ブルージェムに余裕がある人は3回全て引いていきましょう。もしかしたらメモリアルジェムの配布があるかもしれないんで、ちょっとでもお得に引きたいっていう人はメモリアルジェムが来るまで待ってから引いた方がいいと思います。とりあえず星3選手確定チケットと SSR サポートカード確定チケットを引いて、その後にダブルラックガチャ、そしてその後に初回無料のガチャ3個あるんで、そっちのガチャも引いていきたいと思います。まずは星3選手確定チケット3枚あるんで、このチケットからいきます。カラス、日和、音や、このあたりが出てほしいです。国神頼む、この3人出してくれ、マジで頼む。貫突キャラと旧キャラはやめてください。ここで何が出るかによってダブルラックガチャとかで狙ってくるキャラ変わってくるんで、めっちゃ大事。このポーズはイガグリ。2人目はカバソス、これは OK、 貫突していない。そしてキューバロー、めちゃくちゃ古いキャラ3人出ました。次は SSR 確定チケット1枚しかないんですけど、いきます。生まれる国か、下手くそ、または組もうぜ、この3枚でお願いします。さあ何が出るか、大事。おーっと、これは死んでも勝つ。まあまあ結構新しいカードではありますが、残念ながら欲しかったものは出ませんでした。それではダブルラックガチャ引いていこうと思います。ここがめちゃくちゃに大事。いきます。1回目、最初から確定演出来い。キッカー潔、バロー演出はなし、ボールも光らない。最初は星2と SR スタートかな。さあ止まるか、止まりません。ここから引き直し15回いきます。1回目、 ×2×2 の4枚抜きで終わりたい。音や、日和、カラス、この辺りが出てほしい。さあ次12回、残りとりあえずそろそろ1回星3キャラ出てほしい。残り11回、え、全然出ない、やばい。残り10回、お、来た。これ誰、まさか、ハッピーバチラ ×1。 一旦置いておいてサポートカード引き直します。生まれる国来い、あんた間違ってるよ1枚、これは引き直します。生まれる国下手くそ、この辺りが欲しい。お、来た。追いつけそうで追いつけない1枚、これも引き直します。ちょっとレベルが低すぎる。引き直し11回、さすがにまだ出るでしょう。下手くそ、来た。貫突しました。これで下手くそは1枚でぴったり貫突なんで、ここサポートカードの方は確定しようと思います。ハッピーバチラはちょっとかける1だと期間限定キャラなんで、貫突までかなり遠いんで、かける2が出るまでハッピーバチラは引き直そうと思います。引き直し残り9回、いきます。頼む、サポカは1枚で確定するからキャラは2枚出てほしい。残り7回、怖くなってくる。そろそろ半分切った。残り6回、ここで来い。おー、アダムブレイク星2、残り5回、やばい。出るよなこれ、星2で終わるなんてことはマジでやめてほしい。頼む、え、残り3回、嘘でしょ。え、星2のナギ残り2回、え、まだ1回しか出てなくない。あ、やばい、これラスト1回いきます。終わった。え、ハッピーバチラ1枚しか出てないよね。15回引き直して1枚、マジか。一旦確定して2回目行こうと思います。ちょっと今までにないぐらい最悪な結果なんですけど、ここから取り返していこうと思います。キッカー潔、バロー演出はなし、ボールは光った。ネット破ってくれ、もう最初からかける2出てほしい。ネットは破れない、どっちか止まってほしい。止まらない。まず次はサポカから引き直していこうと思います。生まれる国来い、生まれる国、生まれる国、頼む。
ワンタイムキルカウンターなかなか今回出てくれない。星2と SSR めちゃくちゃ出るな。お、来た。下手くそ2枚。貫突したばっかりなのに、なんでだよ。違うカード来い。それと組んだあいつを以外だったらマジ何でもいい。来てくれ。残り8回。さっきの悪夢が、うわ、追いつけそうで追いつけない1枚。いやー、これはちょっと引き直します。初ゲットなんでレベル50だとちょっと今使えない。来た、ザッツオール。1枚、これは一旦保留します。次キャラの方引き直します。今回かける2引けてるっちゃ引けてるけど、いや1回しか出てないか、貫突しか出てない。キャラはさっき爆死したんで今度こそ当てたい。カラス、音や日和、雪宮でもいい。残り10回。え、マジでキャラの方星さん全然出ないんだけど。来た、誰？雪宮1枚。正直いつもだったら絶対引き直すところなんですけど、さっきこっから1回も星さん出なかったんでめちゃくちゃ迷ってます。いや、ここは2枚抜き狙って引き直します。カントつけらあんまりいないんで。来た、カラス、よし、確定します。カラス1枚とザッツオールで確定します。これでガチャ2回で3枚。いやー、ここで最後4枚出してせめて3回で7枚分出したいです。いきます、ラスト。キッカー潔、確定演出来ない。ボールは光らず飛ばします。またどっちも止まらず、次はキャラから引き直します。そろそろキャラの方もかけるに出ていいんじゃないか、そう思いますよ。カラスかける2、日和かける2、音やかける2、頼む。来た、これはカラス、これがかける2だったら最高。1枚、サポが引き直します。お、いきなり来た、ザッツオール2枚。これはザッツオール2枚は確定して、カラスを引き直すかどうか。残り11回、かける2が出てくれた方がもちろん嬉しいんですけど、確実にカラスの凸を進めるためにここは1枚なんですけどやめておこうと思います。ということで結果はカラス2枚、ザッツオールが3枚、下手くそが1枚、合計6枚でした。まあでも9000ジムで6枚引けたら普通のガチャならかなりいい結果なんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。個人的にはあと1枚2枚ぐらい引きたかったんですけど、ここは初回無料ガチャで取り返していきたいと思います。ということで次は初回無料のリミテッドフェスガチャバチラの方から引いていこうと思います。ピックアップ、音やカラス、覚醒王者、浴衣ちぎり、日和、雪宮、この6人でいきます。さあキッカー大事、キッカーは潔、バロー演出はなし、ボールは光る、あるか。初回無料で3枚とかたまには出てくれていいんじゃない。確定演出でかい、バチラが出るのかピックアップが出るのか、さあどっち。バチラ、おっ、これはバチラです。かける1、そしてもう一枠は止まらず、トロフィー7500出た。トロフィー溜まってってるんですけど、メモリーボールがなくてトレーニング編成強化枠全然強化できないですね。続いて時光の方のガチャ引いていこうと思います。ピックアップは先ほどと同じピックアップでいきます。さあこっちも何かしら当たってほしい。キッカー潔、演出はボール光る、今回もあるか。これネットを突き破ってくれ、右、ええー、確定演出、あっち。この流れはクロス時光来る、金ボール1個。さあ誰だ、これはカラスってことは貫突、でかすぎる。ついにカラスを貫突させることができました、嬉しすぎる。いや、さっきのダブルラックガチャ1枚でカラス確定しといてよかった。ということでカラスが貫突できたんで、エゴイストガチャの方はカラスをピックアップから外します。ピックアップは日和、生まれる国、ザッツオール、音や、この4枚でいきたいと思います。いきます、無料ガチャ2連続当たってるんで、2度あることは3度あるということで、ここも確定演出欲しい。一緒だよ今のところ。お、ボールも光る、これは同じ流れが来ているのか。右、あー、ネット破れない。金ボールは4つ、
いや全然ある全然ある。生まれる国が出てくれたら貫突できるよ。止まらず、残念ながら止まらず、青スーパーチャンスでした。ということでダブルラックガチャと初回無料ガチャのおかげでカラスの凸一気に進んでレベル100にすることができました。ステーキ14個消費やばい。めっちゃ頑張って貯めたのに一瞬で減っていく。そしてサポートカードは下手くそがぴったり100レベルになって結構凸進みましたね。あとは 1.5 周年の30ピースの交換と100ピースの交換まだ残っていて、さらに1周年半のガチャポイントも600ポイントあるんで、交換期限のあと6日以内にゲリラガチャが来たらそのガチャを引いてから何と交換するか決めていこうと思います。皆さんもダブルラックガチャ引いた方はぜひ結果をコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。